どうも、コウスケです、今日はですね、人生初めてのですね、オフロードをですね、後ろのトゥループキャリアで、走破していきたいなと思います。まあ、初めてなのでね、まあ、どんな感じなのか、まあ、ドキドキなんですけれども、まあ、先生がいますのでね、今からちょっとね、あの神奈川の方まで移動いたしまして、オフロードコースに行って、楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。行ってきます。では行きましょう。実はですね、今日はですね、先生というのはですね、イブサン TV のイブサンでございます。イブさんがね、前回ね、いらっしゃって、くれた時にですね、ビアゲビレッジにゴリゴリのラングラーだったんで、そういう山とかもね、走られるんですかみたいなお話をした時に、いや、やってますよと。で、いろいろ動画とかをね、過去の動画とかを見せていただいて、いろんなところでね、走っているのめちゃくちゃ面白そうだなと思って、僕もね、せっかくこのランクルトゥループキャリア持ってますので、せっかくならね、そういう教えてくれる方がいるんだったら、ぜひやってみたいなということで、もしよかったら山とかでそういうの教えてくださいなんて言ったら、全然いいですよっていう感じでね、本当にいい方ですから、イブさんは。まあ、これから会うんですけれども、楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。到着いたしました。今こちらのセブンイレブンでね、先生と待ち合わせをする予定でございます。ちょっと待ちましょう。旅する勝間岳。はい、ということで先生いらっしゃいました。先生です。行っちゃってるっていうイブさんでございます。今日はよろしくお願いいたします。どうもイブさん TV です。初めまして先週もね、そう、会ってますからね。数日前に遊んだばっかりで、また今日もということで、はい、今日は外遊びで、そうですね、いろいろ教えてください。とんでもない、とんでもない、もうよろしくお願いいたします。はい、楽しみましょう。はい、イブさんのね、お友達の DAIGO さんでございます。こんにちは。強烈な晴れ男ということで御殿場出るときはね、さっきまでべっちゃべちゃの雨だったんですけど、そう、もう一気に大吾くんだったらこんな、ありがたいです、本当に。やばい、どうもどうも、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鈴木さん、先日はどうもありがとうございました。鈴木さん、ありがとうございました。前回ですね、ビアゲビレッジに来ていただきました。鈴木さんも今日は一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。旅する勝間岳。鈴木さん、はい、ドキドキしてます。マジっすか。最初はあのガタガタを楽しむ感じ。そうですね、はい、もう4区に入れて、こういういきなりもう入り口でこんな感じじゃないですか、はい、まあデコボコしてるんですけど、はい、すごくね、ワクワクドキドキです。そう、楽しいっすね。なんかまだ何もしてないのに。そう、あの最初にスノーボードでゲレンデから滑り出す。確かに。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。車は多分すごいんですけど、テクニックがね、何もないのに、いろいろしてください。まずはもう楽しみを、はい、無理しなく楽しめば大丈夫です。そうですね、はい、絶対傷つけられないんで。社長に怒られちゃう。怒られちゃう。よろしくお願いします。お願いします。イブさんが今からスタビを外すということで、はい、スタビを外すと足の動きが、そう、スタビを外すと、もともと今ジープってここにですね、はい、こういうスタビが、どれがスタビですか。これがスタビなんです。これが、あ、それが、それを外すんですね。これがここに繋がってるんですね、はい、だこいつを外すとこれが動くようになる。これがもう、ここで今このね、これとこれが今つながってる状態なんで、はい、これを解除するとよりこうバネが動くようになると。で、これ簡単に外せるようなやつになってるんですか。そうなんです。これとこれをピンをよいしょ抜くと、はいはいはい、あ、そこが外れるんだ。はい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 、はい、これを外すと、うわ、外れた。左右とこれです。これも OK。 こっちは OK。今簡単に外れるとの振りは振りじゃなかったですね、イブさん。やってもうた。待ってたのに。いいんです。旅する勝間岳。では僕もですね、4区にね、入れるということなので、レフトを6区にしたいと思います。あれ、簡単にこれは、あ、こっちは逆回しでしたね。はい、両方ですね、6区に、あ、こっち振り入れました。これでもう4区 OK です。大吾さんもいろいろ外し始めてます。大吾さんのはちょっと男らしい感じの、ちょっと僕なんか専門的なことは分かんないですけど、もうよく分かってないです本当ですか。でもすごいっすね、ウィンチとか。これウィンチっすか。ウィンチで
ウインチ、僕たちを助けてくれるってことですね何かあったらありがとうございますダイゴさんもいろいろこういうの外してます。いろいろこんな感じになっております。見る方が見たら分かると思いますのでこういう感じでございます。かっこいいですね。こちらはですね、前回もご紹介させていただいた鈴木さんのね、ヘッド車ですね。ヘッド車はね、あんまりそういえば出してなかったかな。一番ね、派手ですよ。今日一派手ですね。すごいです。もうなんかとんでもない足回りの構築をしているらしいです、イブさん曰く。さっきのスタビライザーっていうのを外してたんですけど、これはもう外さなくてももう大丈夫だという。鈴木さん初使いのね、足回りでございます。こんな感じです。なんとですね、今日僕たち奇遇なことにですね、やーってびっくりしました。びっくりしました。で、車降りてびっくり。びっくり、はい、どうぞ下見てくださいこんな感じになってますゴレンジャー的なやつですということで今から行きます。旅する勝又家。はい、今 4L でもいいという指示があったので 4L に入れます。初めての 4L です。はい、ということでね、今ちょっとイブさんと僕がいるとね、なかなか撮影があって前に進まないんですけれども、やっとですね、今から前にというかコースに入っていきます。まず準備運動ということなのでね、もうね、この道今走ってるところ、ここでさえ僕もうなんかドキドキですから、どうやってこれコース選んでいいのかみたいなのもわからないですしね、えあるんでしょうね、こうここすごいことになってっから、今これでさえこっから上に上がるみたいですけど、わー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 、すごいじゃないですかこれ。川を渡ります。川を渡ります。あ、着いた、着いちゃった。すごい、すごいところをランクルが今、うわ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 、これはね、傷つきますよ。多少傷つきますよ、これすごいよ。ああこれで準備運動なの。旅する勝又家。どうですか自分の新しい車。いやもう走りすぎてびっくりですでしょうねこれ走りすぎてびっくり。なんかあんまハンドル切る必要ないですね、はい、未だかつてないです。もう最高傑作ですか。最高傑作。いやよかったっすねだってそうでしょこれこれでそうじゃなかったらもう怒るでしょちょっと待って、もう一回やりますからね、もう一回行きますからね、もうちょっとね、もうちょっと3速ぐらいで行きたいなっていう感じなんで、これでいけるでしょ、これでいけるでしょ、いけるでしょ、いけるでしょ、これ
行ったでしょー楽しい最高っすね。イブさん、はい、すげえ楽しいんですけど。本当っすか、よかった。これからが本番だと。これからが本番っすよ。ということでですね、一度ね、動画これ前編で切りますので、また次の動画でお会いいたしましょう。もしかしたら後編は横転してるランクルのサムネになってるかもしれないですよそれやだわそれやだわ、すごく。大丈夫、ウインチあるから。あ、そう引きずられちゃってズルズルやられちゃって。それでは次の動画でお会いいたしましょう、はい、じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。